こんにちは、ごまおです。本日はですね、配当金額を報告していきたいと思います。2022年の6月版ですね。VYM、HDV、SPYD というね、高配当株たち、さらに VT、VTI というね、インデックス、ETF とでもいいでしょうかね。ここら辺からも配当金もらいましたので、これらのね、詳細を報告していきたいと思います。月に1回ぐらいね、ペースで配当金報告はしています。この動画を見るべき方は、配当金による不労所得生活にね、興味がある方、どんな銘柄に投資しているのか知りたい方、保有株数、投資方針、配当金の額が知りたいという方ですね。この動画を作っているゴマの属性ですね。30代子供2人います。で、地方を転勤した中小企業の会社員です。年間生活費は300万円くらいで暮らしています。2016年より投資を開始して、イデコニーサを通じて、米国株 ETF へ投資しています。仮想通貨も活用してますけれどもね、今回は米国株 ETF からの配当金、の報告がメインになります。はい、で、配当金受領額のまとめ、6月版ですね。こんな感じになりました。HDV、SPYD、VIM、VT、VTI というね。この米国投資、クラスターの中ではね、有名中な有名銘柄たちですね。で、僕はNISA 口座も活用しながら、特定口座でもね、持ってるっていう感じで、ちょっと内訳が分かれてますけどね、それぞれね。こんな感じでもらえてます。NISA 口座に関してはね、課税、日本での課税はされないんですよね。米国株の ETF なんで、米国に 10% ね、課税されちゃうっていうのはもう避けられないんですけど、日本でね、20.315% か、が取られる課税っていうのは NISA 口座ではされないと。特定口座ではされてしまうんですけどね。しょうがないんですけど。それでもらえる額がこんな感じ。税抜き後になってるのがこれですね。今ちょっと円安なんで、1ドル130円計換算しますけども、705.42 ドルもらえたんですけどね、合計で。それを換算すると9万2099円ということでね。この6月だけで、9万を超える配当金が、何もせずに、入ってくるという状況についに、ね、なりましてね。これは過去最高じゃない、1ヶ月のにもらえた配当金額としては過去最高になってくると思います。円安の影響はすごく大きいですけども、それでもね、これだけの金額が入ってくる、もうちょっとで10万いくじゃんっていう感じですからね。いや、これは嬉しすぎますよね。しかもね、ちょっと HDV があんまり調子良くなかったんですよね。配当金額ちょっと少なかったにもかかわらず、これだけもらえるっていうのはね、いや本当にすごい嬉しい限りでございましたね。はい。じゃあそれぞれね、単体で、どんな感じだったか見ていきましょう。まず SPYD から見ていきましょうか。SPYD、これが配当金の明細書がこんなのがもらえますね。僕は SBI 証券でね、全部米国が持ってるんですけど、SBI 証券からこんな、明細がね、その配当が配られるごとに、こちらの明細書も配られるということです。ここら辺に内訳が書いてありますよ。それぞれね、僕はこれ、特定口座はこのやつとか、あと NISA 口座のやつとか、でしかも一般 NISA のね、2019年に買った分の明細、こちらと一般 NISA の2020年に買った分の明細みたいな感じで分かれてきちゃうので、ひとまとめになってないんですけど、それぞれをね、合計すると、SPYD だったりいくらだったかな。こちらですね。NISA 口座で、127.59 ドル。特定口座で 28.49 ドルもらいましたよっていうのが分かりますね。はい。という感じになっておりまして、じゃあ SPYD、今株価チャートどんな感じになってるのかっていうと、Google ファイナンスで見てみると、SPYD はね、割と新しめの ETF なんで、2015年ぐらいに設定された、ETF なんですよね。だから7年ぐらいかな。運用されて7年ぐらいですね。はい。で、コロナショックの時がそこだったんですけど、僕は結構ここら辺りで結構変えてるんですよね、SPYD ね。ここら辺で結構仕入れられたんで、結構良かったかなと思いますけどね。で、ここガンと上がってきて、今過去最大値が出てたんだけど、ちょっと下がっちゃったみたいな
どうかな、株価がね。今40ドルぐらいのところで推移してますね。うん、まあ一時期45ドルまで行ってたんですね、うん。こんな感じになってますと。で、僕の、まあ、ごまおのね、SPY で配当金受領履歴がこんな感じで、まあ3ヶ月に1回ね、配当金 SPY でもらえてるわけですけども、まあ徐々に増えていき、まあ12月ぐらいからね、これ、NISA 口座分と特定口座分って、ちょっと2つに分けてますけど、結構もらえるようになってきたと。どんどん増えてったんだけど、ちょっと2021年6月からちょっと、あれ下がったな。2021年9月ちょっと下がったな。で、2021年12月ですね。この時が結構ショックっていうか、結構 YouTube 界隈も結構ね、騒がれましたけど、SPYD 大減配みたいな。全然もらえなかったんですよ。ただ3月に過去最高の配当額を達成したみたいなので、グーンと上がってね。まあこれで、まあちょっと前回の12月の分許してねみたいな感じで3月出て、で6月はまあぼちぼちかなぐらいの感じですね。うん。ただこれね、昨年に比べたらまあ同じぐらいで、ただね、なんか3月がいい感じがありますよね、SPYD ってね。3月に結構もらえるんじゃないかっていう感じ。逆に9月にね、次回の9月が、まあそうか、そんなにもらえないか。まあ同じ6月と9月トントンぐらいかな。さらに12月にあんまりもらえないんじゃないかなっていうのが、去年の感じだったんですね。2年前だと12月結構もらえてるんですけどね。ここがなんともわかりません。どうなるんでしょうか、SPYD。だからね、こう、ちょっと配当金のね、ムラがあると言えるかな、SPYD はね。まあ、構成銘柄上、ちょっとどうしてもしょうがない部分はあるのかもしれないんですよね。まあ、S&P500 のにね、選ばれている500社の中の、高配当のやつら80種を厳選した ATF っていうのが SPYD なんですよね。うん、だからどうしてもね、成長企業っていうのはもうどんどん外されていって、まあ老舗のね、感じのやつらとか、あと、まあほとんど不動産、リートみたいなね、感じの、まあ、配当がたくさん出るような企業を、選んでますのでね、まあ、成長性はなくて、まあそこら辺の、なんていうんだろう、こう、配当がね、たくさん出て、まあ、あんまり出せなかった企業はまた入れ替えられたりするんですけど、その入れ替えられるタイミングとかにもよって、ちょっとうまく高配当をもらえない時期とかもね、あったりするみたいなんですよ。だからそこがね、影響しているかなっていうふうに思います。だからね、こう、配当利回り自体は高いんだけど、こう、毎回、3ヶ月ごと3ヶ月ごとに毎回安定して欲しいっていう方に向には、ちょっと SPY であんまり向かないんじゃないかなって、なんか、ね、大減配みたいになっちゃうと、ちょっと心を動かされてしまう人にはあんまり向かないかなっていうのは、ちょっと、このデータから、まあ、読み取りますね。はい、で続いて、VYM。これ僕一番大好きな ETF、VYM なんですけど、これの明細書がこんな感じになってますと。まあまあ、たくさんもらいましたね。今回は VYM はね、まあ、僕結構 NISA 口座317口、特定口座で242口持ってるんで結構もらえるんですけど、まあ、合計で5万円分ぐらいもらえてますね。いや、嬉しいですね。VYM、だから9万中の5万がね、VYM だからね、いや、本当に主力ですね。うん、僕は VYM に支えられて生きてるような感じですね。はい。で、株価見てみると、うん、まあ、これもね、過去最高値ぐらいを今出した後にちょっと下がったみたいな感じかな。うん、ちょっとね、この100ドルぐらいになったらちょっと買い増ししたいなって思ったんですよね。ちょっと前はね、120ドルに届きそうだったからね、うん、ちょっと買いづらいなって思ってたんですけど、今やや下がったところなんで、ちょっとここら辺で拾いたいなって気はしてます。うん、ただなかなかね、高配当株全体に関して入れるのが、株価がね、それほど下がってない。今、まあほとんどの株価下がってるんですけど、それでも、高配当株はなんかちょっと安定感があるっていう印象なんですよね。だから買いづらい逆に。うん、だから僕はまあ今 VTI とかを中心に買ってますけど、
ドリアムね、いつ買えばいいのかね、わかりません。買い時がわからない、っていう感じですね。で、VIM は比較的古いかな、こう今紹介してるのが比較的古い DF なんですけど、2009年ぐらいからね、運用されてて、2009年じゃないな、2006年ぐらいだったかな。うん。なので、リーマンショック乗り越えてるんですよね、VIM ね。リーマンショック乗り越えの、コロナショックも乗り越えので、株価が上昇し続けているっていう感じですね。うん。いや、まあ、すごい実績のある ETF だし、高配当でもあるし、まあ、高配当ってもまあ 3% ぐらいなんですけど、今、配当利回り的にはね。うん。でも、まあ、そこら辺の、まあ、優秀だなっていうのをすごく感じますね。一番大好きですね。で、僕もあの VM 配当金自由履歴見てみるとこんな感じで、まあ、メインの投資銘柄でね、合計5000ドル以上の配当金もらってますが、5000ドルってすごいですよね。50万以上か、今円安だから50万以上もらったことになりますね。うん、しかもまあバーッと上がってますよね。ずっとね、上がってって。で、あのね、比較的ね、そんなにSPYD とかに比べたら、そう大減配みたいなのはあんまりないかなっていうね。まあ、2020年3月にちょっと少なかったかなみたいな印象はありますけど、まあ、ここもまあ、コロナど真ん中の時だったし、まあそんなに、まあここを乗り越えた後は、そこまでなんか、すごく悪かった時もないし、2021年12月なんかも過去最高のね、額を記録しているので、まあ非常に悪くない、悪くないというか非常に良いのではないかと考えられるのが僕の VYM に関しての感想ですね。はい。続きまして HTV ですね。配当明細書はこんな感じになってます。株価見てみましょう。まあ、これもね、まあ、ずっと右肩上がりでコロナショックでちょっと落ちてまた上がっていって、今最高値から少し下がるところっていうのはまあ他の ETF と変わらないって感じですね。で、僕の配当金受領履歴見てみるとこんな感じで、HDV はね、まあ6月がちょっと減配っていう感じで、あんまり良くなかったっていう感じなんですよね。うん、まあ残念ながらですけど、まあ2021年の12月にね、過去最高で良かったんですよ。で、12月良くて、まあちょっとと下がり気味で、また12月にボンみたいな感じかな、HDV はね、傾向的にはそんな感じなんで、まあ、これからどうなるのかね、まあ、見ていきたいと思います。で、次行きまして、VT を見ていきましょう。VT はね、僕は NISA 口座で100株だけ持ってて、それをずっと持ってる。初めて2016年に買ったね、ETF なんですけど、それからずっと持ってるっていう感じです。で、株価チャートは今 85.8%。なんだと思うか。ああ、これはやっぱね、やっぱ下がり幅が大きいですね。高配当株に比べて株価の下がり幅が結構大きいです。だって一時期100ドル超えてたのに、一株100ドル超えてたのに、今はたった85ドルか。うん、かなりこの下げ幅は大きいですよね。ただまあ VT もリーマンショック超えて、コロナショックも乗り越えて、まあ成長し続けている ETF ですからね。まあこういうのもね、まあいいチャートなんじゃないかなと思いますけどね。で、僕の VT の配当金受領利益見ると、こんな感じです。で、VT は顕著に、3ヶ月ごとに結構デコボコした金額の差になってます。うん。だから3月が一番少なくて、6月まあまあ上がるんですよ。で、9月がちょっと下がって、12月ボンみたいなのは、が傾向がまあ割と続いてるかなっていう感じがしますね。僕はもう何年だ、6年ぐらいね、ずっともらい続けてますけど、まあそんな傾向があります。ちょっと、こう、デコボコするっていう印象がありますね。うん。VT はね。ただ、毎年毎年増配しているっていう感じで、まあ、2020年だけはね、コロナショック影響を受けましたけど、まあ、その後ね、2021年は大幅に挽回してるし、まあ、2022年はどうなるんでしょうね。わかんないけど、今のところまだわかんないですけど、うん、まあちょっと、まあ、またさらに、ね、
過去最高額もらえるようになるんじゃないかなと思ってます。はい。はい、そんな感じで、まあ、VTI に関しては、今、まあ、積み立て中っていう感じで、まあ、もうちょっとね、口数が増えたら、ピックアップして紹介しようかなと思ってますけれども、まあ、それでもだんだん増えてきたんですね。今、特定口座で50株だったんです。今年の初めはまだ2株しか持ってなかったんで、これをどんどん今ね、積み立てで増やしていってる状態なんで、まあ、結構いい額になってきたら、ピックアップして紹介していこうと思います。はい。という感じで、6月は9万2000円、ゲットできましたという感じですね。ちなみに3ヶ月前の感じがこれでしたね。8万円ぐらいもらえてたんですよね。SPY、同じ銘柄の時ですね。3月にもらえたと。まあ、この時はまだ1ドル115円換算してますけどね。まあ、それから増えてますと。3ヶ月後ね。で、僕が今、だいたい6年ぐらい投資を続けてきた結果、まあ、歴代のね、米国株からの配当金受領の履歴がこんな感じになっておりまして、合計額ですね。まあ、それぞれ、まあ、VIM5150 ドルぐらいもらっててとか、結構いい額ですよね。SPYD が1300ドルもらえててとかね。まあ、これを全部ひっくるめて合わせると、まあ、約5、6年ですけど、11133ドルの配当金ゲットできてます。100万円以上ですよね。130万、140万円分ぐらいの配当金ゲットできてます。いや、めちゃくちゃ嬉しい。うん。いや、でも積み重ねですね、日々の。これね、なかなか一朝一夕じゃいかないですね。続けた人が、まあ、こういうところまでいけると。まあ、僕なんかまだまだですけど、これがね、今、まあ、大体月に3万円分ぐらいもらえてるっていう平均鳴らすとね、状態になりましたけれども、これはまあ、さらにまた平均5万もらえたり、平均10万もらえたりっていうね、レベルまでいけたら、まあ、人生楽でしょうなっていうね、感じはしますね。はい、そんな感じで。で、僕の個別株と ETF のね、このポートフォリオはこんな感じになってまして、だいたい全体で1938万円の運用してて、VIM は 40%、SPYD 13%、HDV 14% の割合で持ってますと。うん、で、今回ご紹介してる VTVTI はこんな感じのパーセントになってて、あと個別で Apple の株とか P&G、Verizon の株持ってます。トリプル Q っていうね、ETF も買いましてますね。はい、こんな感じになってました。で、さらに、これは前回の動画で詳しく話している僕の全資産ポートフォリオですね。現金、米国株、あと投資信託、仮想通貨の割合がこんな感じになってて、合計で4000万ぐらいの資産になってますという感じです。まあ、最近資産額減ってますね。まあ、株価も仮想通貨も激下がりしてるんで、しょうがないかな。今年5000万円いくかななんて思ってたらね、全然いってないっていう現状ですけど、まあ、皆さんそうでしょうね。皆さんもう資産下がってるっていうことでしょうがないんですけど、まあ、こういう時期にいかに、まあ、積み上げられるかっていうのはね、非常に問われていくんだなというのを実感してます。まあ、今頑張ってね、入金力高めて、ガンガン投資して、ガンガンっていうか、まあ、変わらずコツコツ投資していければいいかなっていうふうに思います。はい。こんな感じで、月1の配当金報告とさせていただきます。僕はまあ、お金、まあ、100年健康に生きて、まあ、お金の心配をなるべくせずにね、生きていきたいなと思ってるんで、こういうお金の知識をね、どんどん伝えていければと思いながら動画を作っております。もしこの動画面白かったなと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。